もう一戦ぐらいどうかな。ザクを水中戦仕様にした。工業地帯南の海中より進行し、敵モビルスーツ部隊と交戦中の味方部隊を救出してください。味方部隊はゴック・アッカイを中心とした水陸両用モビルスーツで構成されています。そのため海中に逃げ込むことができれば、あとは彼らの力だけで撤退も可能です。味方モビルスーツ部隊の撤退をもって作戦は終了となります。なんぼか守れってことかな。撃破しろ。救援感謝する。助かった。他の連中も助けてやってくれ。ここはインビジブルナイツが引き受けます。撤退してください。どうなることかと思ったが、命拾いをしたようだ。敵に妙にできる部隊がいたせいで、こちらもだいぶやられたからな。できる部隊ですか。ああ、敵の増援で来た連中だ。見慣れない部隊章をつけてな。まさかオデッサで。危ないところを助かりました。機体が損傷しています。速やかに撤退してください。すみません、あとはお任せします。無事安全圏まで撤退できた。インビジブルナイツの支援に感謝する。命を大切にしないと。敵との距離、それと位置関係にはご注意を。おー、消防士いるぜ。残党部隊からの情報によると、撤退した部隊も追撃を受けているそうです。ハイルランチャー。味方の水陸両用部隊は先ほど本隊との合流。隊長以下インビジブルナイト。次の作戦も工業地帯より現在のところ
同胞たちの犠牲の上に入手。インビジブルナイツは速やかに。はいっか。ごめん、ちょっと。地帯より奪取した物資は大西洋の海中に保管されています。本作戦の目的は物資の回収にあります。敵モビルスーツ部隊との交戦が予想されますが、一つでも多くの物資回収を目指してください。また未確認ではありますが、敵の通撃部隊が接近しているという情報もあります。作戦は速やかに行ってください。物資は全部で5箇所に沈められています。これらを速やかに回収してください。敵は水中での戦闘に長けたアクアジムです。十分に注意してください。必要な時には私を盾にしてください。
なに大きなこの体はおそらくそのためにある。これ分かってる。二つ目の回収を確認。足だけが自慢の先発隊に負けるようなインビジブルナイツではない。グラミで突っ込めば犠牲を増やすぞ。片手まで勝てるほど我々は甘くないぞ。これで残り2つです。水中の方が使えるんかな、実弾。物資回収。全員が物。次の任務。諸君、インドシナ半島にさ、この密林基地は。各地に散らばった同胞、いわば我々の生命線と、来るべき水天の涙作戦決行の、今ここで失えば、水天、インビジブルナイツの諸君らは、速やかに、次は